こちらの炊飯器だけで作る炊き込みワンプレートというのをご紹介します。はい、炊飯器って普通炊き込みご飯作ってるとおかず作れないじゃないですか。はい、でもご飯とおかずを一緒に作っちゃおうというなんか一石四鳥ぐらいのまずはしっとり鶏肉でアジアの味、海南チーファン作ります。海南チーファンはシンガポールやタイなどで食べられている料理。鶏で出汁を取ってから米を炊くなど複数の鍋で調理することもあるため、それこそ手間がかかりますが、炊飯器1個で作ってもバッチリ美味しく出来上がります。材料はこちら。作り方もとっても簡単ですよ。まずは余分な油や筋を取った鶏肉に塩を揉み込み、炊飯器の内釜に米3合と調味料を入れます。調味料は特に順番は何でも大丈夫です。じゃあ簡単ですね。はい、本当に考えなくていいですね。はい、調味料を入れたら3合のラインまで水を注ぎ、鶏肉を入れたら下ごしらえは完了。簡単すぎて不安です今。はい、簡単なだけじゃないんですよ。他にも炊飯器で作るメリットが。肉がね、ふっくら仕上がりますし、じんわりじんわりじんわり温かくなるんで、硬くならずにふんわり仕上がります。では炊飯器のスイッチを入れたら、炊き上がるまでの間につけだれ作り。これも簡単。スイートチリソースにナンプラーを混ぜるだけ。出来上がりました。はい、では開けてみましょう。おー、できてる。いやー、いい香りしますね。ねー、もう香りがいいですよね。はい、鶏肉を取り出し適度な大きさに切り分けます。結構ね、あの底の方に実はおこげが。あ、本当だ。ちょっとね、いい感じ。おー、おー、これまた美味しそう。お好みでトマト、パクチー、刻み生姜、レモンを盛り付けたら完成。炊飯器だけで作った鶏が主役の海南チーファンの味は最高ですね。鶏肉がしっとりと柔らかく仕上がってます。そしてご飯に鶏肉の甘いエキスと香りがしっかりと染み込んでます。続いては包丁いらずの簡単イタリアン。ミートボールワンプレート作ります。材料はひき肉にトマト缶、パン粉などたったのこれだけ。まず豚ひき肉に牛乳とパン粉を入れ、調味料を加えたらこねていくんですが、ここでポイントが。粘りが出るとかあんまり気にしないで全体がよく混ざれば大丈夫です。閉じ込める料理なんで、炊飯器が。肉汁が全部ご飯の方に行って、旨味もミートボールの中に残って美味しくなります。種が混ざったら12等分に丸めます。米3合を入れた内釜にトマト缶を汁ごと入れてから、3合のラインまで水を注ぎます。そしてミートボールをそのまま釜の中へ。ミートボールといえば焼いたり油で揚げたり煮たりなどしますが、生のまま炊飯器へ。本当に大丈夫でしょうか。ちょっと出来上がりは楽しみですね。あとは炊くだけ。スイッチ入れます。で、炊き上がると、おお、トマトのいい香りも感じますね。お好みでバジルとトマトを添えて、パセリと粉チーズを振りかけたら見栄えも抜群、本格イタリアンの完成。おいしい。ご飯にトマトの甘みと酸味の全てが詰まってますね。ミートボール、お肉の旨味がギュッと凝縮されてます。